演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらチャレンジコンフィーでいろいろ食べていきたいと思います。スターバックスのペットの模様、あとからいろいろ来るんですが、まずはとりあえずこちらにある3つをいただきますね。どれも美味しそうです。まずはこちらのトマトパスタ食べます。カフェに行きそれのパスタって経営喫茶のパスタって珍しいんですよ。ではいただきます。失礼します。どうぞ。パスタが本当目を引きますね。それももちもちで、しっかり噛み応えがある。それがソースとうまく絡んでいて、とっても美味しかったです。しかもソースにしっかり味が感じられましたね。次はこちらのホットドッグやトースト食べていきますね。シリコン缶、シリビームか何か、熱々熱々、ちょっと熱いのでこっちから先に行きますね。ではいただきます。マスタードが苦手でも食べられるホットドッグ、ありがたいです。ホットサンドはどちらもサクッとしたパンの中に入っているチーズやツナ、ハムの味がシンプルに口の中にふわっと広がってきて、サクッといい色が出てましたね。そして2種のホットドッグ、ダニーズのホットドッグはマヨネーズ、マスタードがないものは2種類あったので本当に助かります。嬉しかったです。ウインナーがジューシーでチーズ、そしてチリコンカンのほのかな刺激、ね、ほのかじゃないかこれ、結構な刺激が口の中で広がってきて食欲を作れて美味しかったです。ちょっと忘れてくる。続きましてはこちらグリルピザサンド。もっちりした食感で美味しそうですね。こういうの今は結構重量感ありますね。これではいただきます。ピザというより何に近い印象ですね。でもそれはそれで美味しい。最初の方は甘辛い照り焼きタレが、後で食べた方はトマトソースのさっぱりとした甘みや、もっちりとした弾力の火にまとまってあっています。ただピザというのは何に近いような印象もしますね。まあ、何て食べても美味しいですけど。では続きまして、こちらレモンパスタ、さっきなかったんですけど届きましたので、いただきます。あとの2つはやっぱりさっくりとはいかないかな。レモンのパスタはレモンのさっぱりとした酸味がパスタによく絡んでいましたね。先ほどとはまた違ったパスタの味わいがとっても良いです。そしてワッフルもふんわりしていましたし、でもやっぱりさっくりはもう良かったな。さっくりは難しいのかな、でもふんわりしていて中の甘みをしっかりやって美味しかったです。そしてパンケーキ、あのパンケーキも本番にしてみて、これ同じようにどちらそれと同様にどちらもシロップはどうか、プリンの味がプリンはさっぱりシロップの甘みですが、はい、シロップを入れて食後のコーヒーというかさっぱりとした味ですね。そしてラストはこちらのアイスクリーム、このお店では3種類あるんですけど、まだ他にもフレーバーあるんですね。ではいただきます。パスタやアイスってドトールやスターバックスにはなかったからですね。どのアイスも結構中まで入っていましたね。コーンの、そしてなのでたっぷり味わうのはですね、バニラはさっぱりとしていましたし、マスコのメニューは甘く食べて美味しかったですね。例えば超過の方がコーヒーだったんですね。あれがやっぱり喫茶店のコーヒー店の量の味が甘さ控えめの大人の風味として一番美味しかったんですよ。で、今回のタイプだったんですが、個人的に一番お気に入りだったのはあのホットドッグのチーズ、後に食べた方ですね。あれは辛刺激もあって良い、チーズのまろやかさもあって、しかもマヨネーズ、マスタードがないので自分好みで全体がきれいに育てて、その次がもう一つのホットドッグで、こちらもマスタードがないのでチーズがまろやかだったの、ただ刺激がもうちょっとあったまりませんということで、こちらの手を打っていただきます。そして最後に3つ目、お気に入り
3番目がアイスクリームのコーヒーですね。あのほろ苦さ、大人の味わいのアイスです。甘すぎないアイスを好きな方にはおすすめですね。こちらもこちらで全部おすすめです。もちろんそれ以外のお料理も美味しかったですよ。皆さんぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ゆきゆきのお店だと多いのですが、あの店舗だとまた違ったのはあるのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。